お疲れ様です。ミタルです。11月の26日、金曜日です。もうね、26日になったんで、来月2日の、ラオス、高速鉄道ですね、開通まであと1週間になりました。というわけでですね、今日もまた、ラオス高速鉄道のですね、バンビエン駅、そちらの方にお巣を覗いてきましたのでご覧ください。どうぞ。はい、ラオス高速鉄道バンビエン駅、駅まで来ました。これね、今回3回目ですね。もうね、開通までね1週間ですから、まあ、駅自体はね、まあこれ完成してるんじゃないですかね。ここはチケットブースですね。チケットブース、ああ、まだ何にもインフォメーション出てこないですね。タイムテーブルとかがねあるかと思って来たんですけども、こういう感じでね、チケット販売コーナーですね。あれはまだ床はつってんの。あらららら。あ、けどもうベンチなんかがね、設置されてますね。ああ、入れないね。はい。じゃあダメになってますね。まあそうだよね。というところはね、無理やり入ってもしょうがないんで、僕は入りません。すみません。正面のね、大きなインフォメーションボードもね、まだ何にも書かれてないですね。あ、こんなセキュリティチェックがあるんだ。これ中国と一緒だね。X線通すんですね。へえ。これちょっとあれだね、今月、月末、あ、こっちの方が見やすい。はい。見えるかな？こんな感じで、X-ray が置かれてますね。ああ、映るかな？あ、こうすれば映るか。こんな感じで。あれですね。ベンチの設置工事がね、進んでますね。まあ、高所作業車もね、2台。セキュリティが
今ね外交もねあれですね、すっかり終わって、でこっからね13号抜ける道もねかなりあの舗装が進んでるんで、まあ、そちらの方もご覧いただこうかと思います。これパーキングですね、うん、でね駅前はねもうものすごいね公園になってますね。この間までここはね赤土ののっぱらだったんですけど、綺麗に造成しましたね。で、芝をねこう張って、じゃんじゃん水まいてますね。道なんかもね良くなったでしょこれ。謎のねこれ これタンクローリーね、タンクローリー PTT ラオってこれまあ要はねガソリンとかね軽油を運んでたローリーなんですけど、まあ、それがね今散水車になってますね。これラオスでよくありますねこの転用は。綺麗に芝張るんすね。これね、そこでドラム缶が火かかってるんですけど、ここにね、多分 C10U あたりだと思うんですけどね、コールタオルでもないと思うんですよね。を入れて、加熱して、こういったね細かい砂利っすね、まあ、砕石に近いようなね砕石って言っても日本の砕石はもっとね大きいんですけどね、本当にこ粉にした砕石をアスファルトの上に、まあ、手作業でね散らしてですね、この先作業員左手に作業員がねいますね。うん、こんな感じでね砕石をね均等に広げて、あとはねこうちょっと通る車がね勝手に踏み固めてくれるみたいなね、そんなのがラオスの、まあベーシックな舗装工事の仕方ですね、うん、まあ駅からね結構ね13号までねこれも結構距離あるよね。こんな感じですね。まあ普通ね日本の感覚だと、開業1週間前って言ったらねもうすでに工事は全部完了してて、で、まあ、いろんなねトレーニングなんかもね必要だと思うんですけれども、まだねベンチもね、完全に設置が完了してませんでしたね、うん、まあけどこれがねフラオスタイルの、工事を進んだなと思います。まあまあねあと1週間あれば、うん、なんとか間に合わせるんじゃないですかね。で、間に合わない部分もね、そのまま、開業してから、仕上げていくような、こんな形になるんじゃないかと思います。で、多分ね、中国スタイルで、運営するんだったら、入場券がないですね。で、あと乗車券がないと、駅の構内だから、
立ち入りもできないと思います、うん、あのセキュリティのね、セキュリティチェックがあるんで、あそこでね、がっちり検察もやると思うんですよね、うん、だから、まあ、乗車券がなきゃね、駅に入れないっていう、まあ、ちょっとね、あの日本の感覚とはね、違うような、うん、駅になりそうですけども、まあまあ、いざ、開通してみないとね、なんとも言えないんで、うん、楽しみです。次はね、開通初日ね、撮りたいんですけどね、うん、開通初日ということがわかんないです。うん、ご期待ください。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。